31日投開票の衆議院選挙について、FNN は全国世論調査を行い、選挙戦中盤の情勢を探った、自民党が議席を減らすのは確実で、単独過半数を維持できるかは微妙な情勢であることが分かった。調査は、10月23日、24日に、全国18歳以上の男女155,045人を対象に、電話、RDD、 固定たす形態でいった自民党を工事前276議席は東京など大都市圏では接戦の選挙区が多く大阪では苦戦を強いられている比例代表は概ね堅調で前回を超える可能性があるが選挙区での苦戦が響き議席を40程度減らす可能性があり単独過半数を維持できるかが焦点公明党公示前に19議席 は、小選挙区に擁立した9人のうち、ほとんどは安定した戦いを見せているが、一部選挙区や比例では苦戦していて、工事前の議席維持は微妙。自民、公明を合わせると、与党で過半数を確保する見込みだが、国会の常任委員会で委員長ポストを独占した上で過半数を握る。絶対安定多数、261議席には届かない可能性もある。 これに対し、立憲民主党、工事全十一ゼロ議席は、他の野党と候補者を一本化した選挙区や比例が堅調で、工事全勢力から三十議席ほど伸ばす可能性がある、共産党、工事前十二議席は、沖縄の選挙区で議席を見込んでいるほか、比例で数議席伸ばす可能性がある、日本維新の会、工事全十一議席は、 拠点の大阪の選挙区で優位に戦いを進めているほか、比例で議席を増やす見込みで、工事前の11議席から3倍近くまで伸ばす勢い、国民民主党、工事前8議席は、小選挙区ではほとんどが苦戦しており、工事前の8議席を守れるか見通せない、社民党、工事前1議席は、選挙区で1議席を確保する公算で、例は、 工事前1議席は、比例代表で議席獲得の可能性がある NHK 等、工事前1議席は、議席獲得が厳しい情勢。ただ、2割近い選挙区では、1番手と2番手の差が5ポイント以内の接戦となっており、終盤にかけて情勢が変わる可能性もある。